どうも、ゲームファイナルファンタジー10でティーダを演じております森田正和です。いや、もう全く考えつかなかったことだったので、聞いた時に目を疑ってしまって、もうとにかくびっくりして、まさか FF10 が歌舞伎になるとはというので、驚いた瞬間を今でもはっきりと覚えてます。そうですね、今までティーダを演じたのは僕だけなので、20数年経って、今回尾上菊之助さんがティーダを演じられるということで、どんな風なティーダになるのかというのが非常に楽しみです。しかもそれが歌舞伎というこの日本の伝統芸能の世界でティーダが、そしてまた FF10 の世界がどのように構築されるのかというのが非常に楽しみに思っています。実際に演じたのは4年5年ぶりかなと思ってます。今日尾上さんいらっしゃるんですけれども、すごい熱量の中でティーダを演じたので、ちょっとドキドキしながら、非常に今までで一番ドキドキしながら演じたんじゃないかなと思ってます。はい、失礼ながら汗めっちゃかかれてる。いや、だって尾上さんですよ、尾上菊之助さんですよ。ご本人にお会いして汗かかない人は多分いないと思いますよ。本当にもう外も暑いんですけど、それ以上に僕は汗をかきながら収録いたしました。ありがとうございました。はい、新作歌舞伎ファイナルファンタジー10、来年です、2023年に上演されます。なんと劇場がですね、360度客席回転型の劇場です。こちら IHI ステージアラウンド東京豊洲にございます。すごいんですよ、客席が回るんです、舞台が回るんです、客席が回りますからね。本当遊園地みたいな、そんなところでこのファイナルファンタジー10の世界を歌舞伎でご覧いただきたいなと思います。僕も必ず見に行きますんで、ぜひ皆さん劇場で会うっすよ。